スタートしましまたさあ先行争いです高ダッシュを決めて5番のシネマトグラフがすっと抜けていきました1馬身リード、外から18番ブルーコーラルが2番手に上がりますそして2番のアイワラビリーブが3番手につけてそのうち1番の高速スピード34番手に通り10番、マサノア・レーグラさらに外から11番ホープホワイトここは広がって3コーナーにかかります2馬身がいて8番のエピックガール中段でそのうち6番のコージンス並んでさらには 12番のロジアイリッシュ17番のアール・グランツがすっと上がっていきましたインコース3番、シトラスの奇跡は中断になってその後15番のキング・ドンドルマ34コーナー中間2馬身切れました9番のフォリオールが行ってインコース7番西のレオニダスで4コーナーカーブにかかって13番ジュピターズライト外から進出あとは3馬身がいて4番、セイクリット・キングそして後方14番、サウンド・オブ・ビット。 外からは16番、タマモケトルで第4コーナーから直線コースに入りました逃げます5番、シネマトグラフ内2等分を空けて先頭、残り400を切りましたこれを追って離れた外から10番、マサノアッレーグラ坂を上がってこれらの間から1番の高速スピード前を割ってこられるかどうかさらには12番、ロジアイリッシュ2番のアイワナ・ビリンもこの間を狙っているさらに外からは11番のホープホワイト内粘っている5番、シネマトグラフ残り100を切りました外から12番のロジアイリッシュが捉えるさらには10番、マサノアッレグラ1 2番ロシアイリッシュダゴーン2着は内5番シネマトグラフ残しました10番正野アレーグラ3着。